を経て奥田川にやってきました。ここは奥田川の名物茶屋細田屋さんです。細田屋さんの目の前には山々の景色が広がり、富士山を見ることもできます。それでは細田屋さんをご紹介しましょう。テーブルと椅子があり、緑に囲まれています。美味しいお蕎麦やなめこ蕎麦を食べることができます。細田屋さんでなめこ汁をいただきます。なめこがたっぷりで美味しそう。食後のひととき、細田屋さんの緑の中まったり過ごしております。下りはリフトを使わずに足で下っていきます。夏も高尾山は人気で、多くの人たちが登山を楽しんでいます。下りは1時間ぐらいかかりました。高尾山はケーブルカーもありますので、上り下りともにケーブルカーを利用して楽しむこともできます。高尾山麓に到着しました。緑あふれる夏の高尾山、楽しむことができました。ここまでご覧いただきありがとうございました。